皆様のお手荷物はお客様ご自身で上の棚または前の座席の下などにお入れください。無理に重ねると滑り出て思わぬ怪我をすることがありますのでお気をつけください。機内に収納できないお手荷物は貨物室にお預かりいたします。また携帯電話の通話は周りのお客様のご迷惑になりますのでお控えください。皆様のご協力をお願いいたします。皆様にご案内いたします。ただいまからお手荷物が安全に収納されていることを確認いたします。皆様のお手荷物はお客様ご自身で上の棚または前の座席の下などにお入れください。まもなく飛行機のドアが閉まります。お座席にお座りになりシートベルトをお締めください。また化粧室の使用はお控えください。携帯電話など電波を発する電子機器はドアが閉まるまでに機内モードなどに設定するか電源をお切りください。なお安全上の理由によりお座席の移動はお控えください。皆様のご協力をお願いいたします。皆様お待たせいたしました。ただいま前方のドアが閉まりました。皆様の着席を確認の上出発いたします。お座席にお座りになりシートベルトをお締めください。止めれなくです。乗務員はドアボードをアームドに変更しダブルチェックを行ってください。皆様こんにちは。今日もワンワールドアライアンスメンバー JA をご利用くださいましてありがとうございます。この便は日本航空3629便とチャイナエアライン、またハワイアン航空とのコールシェア便でございます。この便の機長は川口、私は客室を担当いたします小川でございます。現在 JAL グループでは新型コロナウイルス感染症拡大防止の取り組みとして機内の抗ウイルス抗菌コーティング並びに客室内の消毒を実施しておりますが、お客様に安心してお過ごしいただくため飲食時以外はマスクの常時着用をお願いいたします。現在は毛布枕の提供を一時中止しております。なお除菌シートなどで窓をお拭きになることはご遠慮くださいますよう、こちらも合わせて皆様のご協力をお願いいたします。携帯電話などの電波を発する電子機器の使用は法律で禁じられております。機内モードなどに設定するか電源をお切りください。なお機内インターネット接続サービスはご利用いただけません。あらかじめご了承ください。機内の化粧室を含め全席禁煙です。電子タバコなどもご使用いただけません。ミリア空港までの約30分の空の旅、どうぞごゆっくりおくつろぎください。ただいまから非常用設備についてご案内いたします。皆様必ずご覧ください。万が一酸素マスクが出てきた際にはご自身とマスクを外し、酸素マスクを直接鼻と口に当ててください。お手元の安全のしおりもご確認をお願いいたします。ご不便な点がございましたらお近くの乗務員にお尋ねください。皆様ただいまから機内の非常用設備についてご案内いたします。 May we have your attention as we explain the location and use of the safety features of this aircraft. Please defer to our safety selection leaflet in your seat pocket. Thank you.まずシートベルトの使用方法について説明いたします。シートベルトを締める場合は左右のベルトについている留め金を差し込み、腰の低い位置にしっかりと締めてください。外す場合はレバーを上げながら留め金を離してください。この飛行機には前方および後方に非常口があります。お近くの非常口をお確かめください。続いて酸素マスクの使用方法を説明いたします。酸素マスクはプラスチックカバーの中に入った状態で自動的に出てきます。
く引くと酸素が出てきます。マスクを鼻と口に当て、バンドを頭にかけて長さを調節してください。救命胴衣は座席下または肘掛け下にあります。使用の際は頭からかぶり、紐を腰に巻きつけ留め具を差し込み、紐を引いてしっかりと締めます。非常口で乗務員の指示に従って引き手を強く引いて膨らませてください。十分に膨らまないときはチューブから息を吹き込みます。皆様の座席ポケットに安全姿勢等についての説明書が用意してありますので、早い機会にご覧ください。脱出の際は荷物を持たないでください。スライド下での援助をお願いいたします。また乗務員から必要な指示がありましたら、その指示に従ってください。日本航空は通路、化粧室を含め全席禁煙でございます。なお、電波を発する電子機器の使用は法律で禁じられております。どうぞ快適な空の旅をお楽しみください。一段段差がございますので、お足元には十分お気をつけください。